はい、皆さんどうも、安田でございます。本日はですね、WIMの新作パンツと既存のパンツを比較してみたということで、はい。先日ね、WIMの23年 AW のリリースが行われたんですけれども、まあ、その時にですね、リリースされた新作のパンツがですね、どうしてもね、動画や画像だけではね、ちょっとわかりにくいなということで、今回ですね、日々 WIMのアイテムをレビューさせてもらっている僕がですね、実際に既存のパンツと比較してみて、何がどのように違うのかっていうのをね、皆さんにお話ししていこうかなと思います。まあ、今回の動画はね、いつものレビューよりかは結構わかりやすい動画になっているんじゃないのかなと思います。WIMの新作パンツ気になっているんだよなという方は、ぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいです。それでは、行きましょう。はい、それではですね、今回比較していくパンツの方ですね、紹介していきたいなと思います。まずはこちら。はい、こちらがですね、先日リリースされた新作パンツ、ハイカウントピーチギャバディープタックパンツでございます。価格が5940円で、サイズが S から L の3サイズ、カラー展開がアッシュブラウン、オフホワイト、ダークグレー、ベージュの4色展開となっております。で、こちらにありますのは L サイズのアッシュブラウンをですね、今回ご用意させていただきました。で、そしてですね、今回こちらのパンツと比較していくパンツがこちらです。はい、こちらのパンツですね、ハードギャバルーズフィットトラウザーというパンツでして、価格が5500円で、サイズが S から L の3サイズ、カラー展開がダークベージュ、オフホワイト、グレー、ダークグレー、グレー系の5色展開となっておりまして、でこちらにあるのが L サイズのグレーをですね、今回ご用意させていただきました。で、今回ね、こちらのハードギャバパンツをね、比較対象として選ばせてもらった理由なんですけれども、まあ僕目線の話にはなるんですが、商品ページを見るにですね、今回の新作パンツとこちらのパンツの印象がですね、かなり近いかなと僕は感じたんですよね。両方ともね、ギャバ組織でできていますし、デザインもね、両方にタックが入っていたりと、初めて見た方はね、何がどう違うのか、結構わかりづらいんじゃないのかなと僕は感じましたので、今回ね、こちらのパンツ比較対象に選ばせていただきました。はい、というわけでですね、早速比較に入っていきたいなと思います。まずはですね、ちょっと皆さん気になるであろう生地感から見ていきたいなと思います。まずは素材ですね。はい、素材を比較してみるとこんな感じになっております。はい、素材なんですけれども、まあこちらね、調べればすぐわかるんですが、結構違いがあるのがわかるのかなと思います。まあ新作のパンツの方はですね、天然素材と化学繊維が半々ぐらいになっていまして、でこちらのハードギャバパンツはですね、どっちかっていうと化学繊維がメインとなっているパンツになっております。なので、まあ画像ではね、わかりにくくはあるんですけれども、素材で見たらね、結構根本的に違うアイテムだなっていうのがね、ある程度わかるんじゃないのかなと思います。それでは実際に生地を見ながら比較していきたいなと思います。生地の映像がこちらです。今回のパンツなんですが、商品名にもある通り、ギャバ組織で織られています。で、ギャバ組織っていうのは、網目がしっかり出ている、結構特徴的な表面をしているっていうのが特徴なんですよね。なので、近くで見れば見るほど、生地の見た目はかなり近い感じになっています。まあ、ただね、離れてみると、風合いは結構違っているっていうことがね、わかりました。ハードギャバのパンツは、少しね、デニムっぽい、ごわついた感じの生地にはなっているんですが、今回の新作パンツは、やや光沢感がありまして、陰影が出やすい生地になっていますね。離れてみるとやはり素材の差がここで大きく出ているのかなと感じました。これは結構参考になるのかなと思います。で、一緒にですね、触り心地も見ていきたいなと思います。まあ、今回のパンツね、両方ともね、基本のベースはやや固めの生地感になっています。で、実際に触ってみた感じとしてはですね、まあ、見た目通りの触り心地になっているのかなと僕は感じました。ハードギャバのパンツはですね、まあ、結構ごわついた表面の通り、ちょっとザラついた感じの触り心地になっていまして、でこちらの新作のパンツはですね、まあ、光沢感のある感じになっているのもあり、まあ、ハードギャバのパンツと比べるとさらりとした触り心地になっています。で、生地の厚みに関してはね、ほとんど差はないのかなと感じました。それではね、次にシルエットとデザインを見ていきたいなと思います。着用映像がこちらです。画像だけで見るとね、あんまりわからなかったと思うんですけれども、実際にこうやって比べてみると、はい、結構違っているのがわかるのかなと思います。
まずシルエットですが、既存パンツハードギャバパンツはですね、ワイドでややストレート気味のシルエットに対し、今回の新作パンツであるピーチギャバはですね、ワイドなシルエットから少しテーパードかかったバルーン寄りのシルエットになっているのかなと思います。まあ、あとは、まあ、新作のパンツの方がですね、ウエストが細めに設計されていますので、パンツの太さがね、今回の新作パンツの方が強調されやすい形になっているのもね、わかるのかなと思います。で、細かいディテール面についてなんですけれども、今回のパンツはね、両方とも同じ箇所にタックがついているものの、少しね形が違っていました。ハードギャバの方は直線的なラインで、新作パンツの方はやや丸みを帯びたラインになっているのがわかるのかなと思います。その他フロントのボタンのデザインであったり、ベルトループの大きさもね違っていました。履き心地に関してはそこまで大きな差というものは感じなかったんですけれども、もも周りにゆとりがある新作のビーチギャバパンツの方がね、動きやすいのかなと僕は思いました。それではですね、せっかくなので、こちらの2つのパンツを使ってね、いくつかコーディネートも組んでいきたいなと思います。それでは、どうぞ。はい、というわけでですね、今回はウィムの新作パンツは既存のパンツと実際何が違うのかについて比較動画をね、今回撮らせていただきました。参考になりましたでしょうか。まあ、実際に比べてみるとね、結構違いがあったんじゃないのかなと思います。まあ、僕自身もね、購入する前は、まあ、既存のパンツとね、そんなに差はなくて、もうなんならほぼ同じなんじゃないのかなと、結構ね、疑いの目で見ていたんですけれども、はい、生地の印象もそうですし、デザインもね、しっかり差別化されていたので、まあ、似てはいるかもしれませんが、まあ別のパンツと言ってもいいんじゃないのかなという感じですね。今回の動画を見てね、どちらか一つを選ぶっていうのもね、いいのかなと思うんですが、まあ両方持っていたとしてもね、全然問題なく使い分けることができるんじゃないのかなと思います。まあ新作のパンツの方はですね、まだ在庫が残っていますし、こちらのねハードギャバパンツの方もですね、現在はセールで安くなっていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、というわけですね、今回の動画は以上とさせていただきます。こちらの動画参考になるなと思いましたら、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもね、インスタグラムであったりメンバーシップなどもやっておりますので、気になる方はチェックしてみてください。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。